二重競争曲は、ゲオルクフリードリヒ・ヘンデルが作曲した3曲からなる競争曲の作品群。ヘンデルの作品目録番号では332番から334番の番号が与えられている。二重競争曲といっても、独創楽器が2台あるという意味ではなく、管楽器群が2つあるという意味である。その他に、弦楽器と通奏低音を含む、 この二重競争曲は三曲が残されており、1747年から1748年にかけて作曲され、ロンドンのコベントガーデンの劇場で初演されたオラトリオと共に上演されたものと推測される。ヘンデルはオラトリオを上演するにあたって、幕愛で競争曲を演奏することを習慣づけており、これら三曲の二重競争曲も、 幕愛で演奏された作品の一つであると考えられている。生前に二重競争曲は出版されず、二つの合奏体のための競争曲という名は、出版社のクリュザンダーが名付けたものである。また、特に第一番と第二番は、新作楽章は稀で、ほとんどの楽章がオペラやオラトリオからの転用である。1747年から1748年に、 かけて作曲され、1748年の、ヨシュア初演時に演奏された。全7楽章からなる。演奏時間は、約15分。楽器編成4ーボエ、ニファゴット、弦楽、通奏低音1747年から1748年に、かけて作曲されたが、1748年に、上演されたオラトリオ、アレグサンダー・バルスの幕合いで演奏されたと伝えられる。 全六楽章からなる。演奏時間は約15分。楽器編成4ホルン、4オーボエ、ニファゴット、弦楽、通奏低音1747年から1748年にかけて作曲されたが、1749年に上演されたオラトリオ、ユダス、マカベウスの幕愛で演奏されたと伝えられる。全六楽章からなる。演奏時間は、 約14分。楽器編成4ホルン、4ボエ、ニファゴット、弦楽、通奏低音。ありがとうございます。